ジョージ・クリントンはアメリカのミュージシャンで思想家、ファンクミュージックの継承者の一人、ノースカロライナ州に生まれ、ニュージャージー州で育つ。現在はフロリダ州に住んでいる。元は床屋であった。クリントンは床屋で仲間たちとドゥーアップグループを結成し、それがやがてパーラメンツとしてデビューするきっかけとなった。クリントンは P ファンクの創始者としてパーラメント、 ファンカデリックを率いるほか、数多くの独創的ブラックミュージックの基礎を築いた。ジェームス・ブラウンやスライストーンと共に、ファンクの代表的なミュージシャンとされ、ファンクを継承、発展させた功績が評価されている。また、奇抜なファッションでも知られている。コミック中心のペドロベル作のレコードジャケットや、ステージにおけるセクシャルな演出とユニークな歌詞が特徴である。また、 超マインのコンサートでメンバーたちはおむつ姿やひげだらけの女装姿で登場したりもする。過去に40作以上の楽曲がソウルチャートで好調なチャートアクションを示し、3作のプラチナアルバムを獲得している。特にパーラメントのギブアップザファンクはポップチャートでも15位、フラッシュライトはポップチャート16位まで上昇し、白人層にも受け入れられた。 80年代以降も他の多くの黒人ミュージシャンに影響を与え続け、p ファンクがラップミュージックのバックトラックに使用されてヒットする現象を起こしている。21世紀に入ってからも p ファンクはブラックミュージックファンに愛好されている。ありがとうございます。